のり本前に話してくれました、はいはい、やはりポイントになったのは7回の表の下位打線で作ったチャンス、はい、代打出さずに G がそのまま打席というところですよね、森監督はそれまでの経緯として今日はチャンスらしいチャンスがなかったので、はい、作れなかったので、はいはい、7回の表のそのチャンスのところ G が打席で代打ではなくそのまま行かせてバントでチャンスをここでこの回広げて、はい、得点につなげてほしかったという狙いだったようですね。もちろんその前の代打キャッチャーを変えた代打阿部のところで阿部が出ていたら、はい、G にも代打はもちろん準備していたんだがということですね、なるほど。でピッチングの方での G に関しては、はい、G は G の仕事をしてくれているということだけ結んでいました、